一応レギュラーですね。そして本日素敵なゲストが来ております。マジで田中レナーさんで、もしかして、今度あの映画でもね、素晴らしい映画に出てるんですね。すごい映画ですか。20年前の高校生のボート部の話です。素晴らしいですね。もうね、レナちゃんはですね、凛とした中にも涼しい感じがしていますよね。女優という感じがいたしますね。5月22日生まれなんですよね。はい、なんで知ってるんですか。いや、楽屋でプロフィール見ただけだから、血液型 A 型でね、油くさぶたおまじないみたいになっちゃった。今日はね、彼氏自慢のコーナーなんですけども、はい、レナちゃんだったら彼氏、自分の彼氏のどういうところを自慢したいですかね。もしいたとしたらどういう人が好きになります。おお、それ聞きたい。優しい人いい、ね、あんた男を見る目があるよ。いや、そう、間違う。中にはクールで私だけに優しいとかいう人がいる。あー、いいですね。あれは間違いです。はい、それではお願いいたします。